はい、おはようございます。ラスカルでございます。本日はですね、埼玉県に来ておりまして、ラーメン食べに来てますよちょっとね、ツイッターとかでいろいろ書いてあったんだけど、この前釣り行ってひどい火傷をしたんですよ。ひどい火傷っていうか、ひどい日焼け。そのせいもあって今鼻声なんですけど、ちゃんとね検査とかをして陰性だったので、皆さんご安心ください。で、改めてですね、本日訪れているお店がですね、埼玉の北本にございます豚湯さんという二郎系のねラーメン屋さんに訪れております。あ、すいません、ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっとお店紹介してる間にメニューが到着してしまったんですが、こちらの豚湯さんは僕の動画でも何度もお世話になっているお店さんでして、以前はねすり鉢とかでいただいたんですけど、今日は通常メニューを通常サイズでいただこうということで、1杯目にいただくのがまずこちら大ラーメンということで、こちらのお店は通常の小ラーメンだと 200g で、大ラーメンだと茹で前で 300g の麺量となっております。前の動画でも何回もお話ししたんだけど、このラーメンねものすごく特徴があるラーメンなんで、食べながらね説明していきたいと思います。それでは早速いただきます。ひとまずスープなんだけど、このスープがすごいのよ。スープこんな感じですね。よっ、見るからにとろみがあるスープでございます。このスープいただきます。うまっ、うん、うまっ。二郎系のラーメンって結構ね肉感が強いスープ多いと思うんですけど、豚湯さんのスープはとにかく骨感がすごい。いわゆるね豚骨ラーメンぐらい骨感があるんだけど、肉感もあって甘みもあって、僕も結構二郎系食べてますけど、なかなかねこのタイプの二郎系ラーメンには出会えてないと思う。本当にねここだけでしか食べれないラーメンだね。まあ、ちょっと野菜がもりもりなんで、うん、まっ、うん。でこれかかってるね味付き油に野菜絡ませて、これよやば、このコンビがうまいのよ。まあちょっと麺いっちゃいますか、そろそろうまそう。麺はこんな感じ、こう角ばった太めの平打ち麺ですね。うわうまそう、これやばいね、この映像がやばいわ。うまっ、うん。表面はもちっとした食感で、芯がねいわゆる二郎系らしいゴワッとした食感があって、一口でこのもちとごわを味わえる麺で、濃厚なスープによく絡むんですよ。これがうまい。チャーシュー分厚っ、柔らかっ、スープ、麺、トッピングからも全体的にね完成度レベルが高すぎる。ちょっとこの辺りで今回もね生卵注文させていただいてありますので、これで絡めていきますか。よいしょ、じゃあこれいただきます。このまたしょっぱい感じと豚臭い感じにニンニク、そこに生卵のまろやかさが最高にうまいです、うんうん。でもやっぱり今まではすり鉢で食べてたからなんだけど、普通の大サイズで食べると一瞬で一杯がなくなっちゃう。
これね、最後にトッピングさせていただいた味玉でございますね。ということで、ただいまですね、1杯目のラーメン完食させていただきました。ごちそうさまでした。なかなか無料トッピングも結構種類が豊富なんで、ぜひね、皆さんもこれ来た際にはこの無料トッピング試してみてください。こんな感じでラーメンだと野菜、ニンニク、生姜、油で、これネギにからしたかな、これ他のこの混ぜそばだったりとか、あとはこのタレそばってメニューに関してもからしたかなの無料トッピングがある感じで、正直久々すぎて今思い出しました。ありがとうございます。ありがとうございます。いただきます。ということで、ただいまね、2杯目到着いたしました。2杯目にいただきますのが混ぜそばの台でございます。じゃあね、こちらも出来たて早速いただきます。これね、皆さんに一番美味しいシーンをお届けしようと思います。ういっと、うわ、うまそう。混ぜそばなんでね、具材全部ちょっと混ぜさせていただきたいと思います。よいしょ、よいしょ。これ混ぜそばの麺はさっきのラーメンと違ってちょっと丸っぽい太縮れ麺ですね。いきます。やっぱり濃いめではあるんだけど、ベビースターとかチーズとかいろんなトッピングがこう相まってね、ジャンクです。この辺りでね、混ぜそばに合わせるようにこちらのね、メンマも追加で注文させていただいておりますので、これも入れていきましょう。いただきます。うん、何よりも香りがいいわ、メンマ入れるとね。ちなみに個人的な話なんだけど、ラーメン屋さんに来た時に混ぜそばとか油そば普段だったら頼まないんですよ。なのでこの撮影でしかほとんど食わないんだけど、たまにね、こう混ぜそば食うと改めてうまいなと思うね。しかも今暑いからこれがっつり系のラーメンありっすね。混ぜそばもペロッといっちゃった。いただきます。もう最後だ、最後。今日お腹空いたのもあってあんま喋ってないよね。大丈夫かな、尺。もうこれ最後です。いただきます。ということで、タイムですね、2杯目の混ぜそばも完食させていただきました。ごちそうさまでした。ということで、本日ですね、最後にいただきますのがこちら、つけ麺でございます。いいね、もう器からキンキンですよ。早速ね、いただきます。まず麺からいただきます。締められてるから麺プリプリなんですよ。噛み締めると多分わかると思うんだけど、卵白が多いんだと思うんだよね。で、麺をね、噛み締めると卵独特の硫黄っぽさというか、そういった香りがね、鼻を抜けてくるんだけど、この香りが癖になるね。うまい。
そしたらこちらのつけ麺も汁つけてと。ああいいな。うん、つけ汁の方にねブラックペッパーが少々入ってるけど、このブラックペッパーの香りとかあと辛み、それがねすごくこの豚感のあるスープに合いますね。この辺りでね、この岩のりのトッピング合うんじゃないかなと思って購入させていただいておりましたので、追加で入れていきたいと思います。いやこれ絡ましたら絶対うまいな。これこうでしょう。あ、見てこれ、あうまいね、これ絶対うまいね。こちらもいただきます。豚の香りと磯の香り、これが合わさるとめっちゃうまいやべえ、秒で終わるな全然喋ってないよ。そしたらこれがね、最後の一口でございます。ということで本日はですね、埼玉の北本市にございます豚牛さんでラーメン、混ぜそば、そしてつけ麺と3種類いただいてまいりました。その他にも通常メニューにはね、辛い系のラーメンなんかの種類もあるんですが、今日はねさっきも言った通り、その日焼けのせいで扁桃腺がねがっつりと腫れておりまして、ちょっとね辛いもの食ったらやばそうなので控えたんですけれども、辛いのは好きなんでいずれねこの辛いラーメンなんかも食べたいなと思います。今回の動画を見てね気になってくださった方はぜひこちらの豚牛さんで美味しいメニューを食べてみてください。ということで本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったらチャンネル登録、コメント、高評価、またですね、サブチャンネルの方なんかも始動しておりますので、そちらも概要欄の方からチェックしてみてください。それでは次の動画でお会いしましょう。じゃあね。